おはようございます。身支度前の元男の子の青木かのんです。今日はですね、以前公開したこちらの動画、顔の神経が手術によって損傷したので表情を作るのが難しいですというカミングアウト動画を出したところ、たくさんの方にありがたいことに見ていただきまして、その中でもですね、思わぬコメントをいただいたんですよ。それはこちら。もしかしたらかのんちゃんが悩んでいることは、ボトックスという治療を受けたら改善するかもしれないよというアドバイスのコメントをいただいたんですよ。ボトックスって何ってなるじゃないですか。調べたら、ボトックスっていうのは筋肉に注射を打つらしいんですよ。その打ったところの筋肉が弱体化するらしいんですね。そもそもかのんちゃん今何を話してんのって方もいらっしゃると思うんで、一応簡単におさらいすると、私ってその昔出っ歯だったんですよ。出っ歯といっても歯が前に出てる出っ歯じゃなくて、歯茎ごと前に出てるから歯茎を切る手術したんですよね。手術の後遺症でこっち側の表情筋の神経がですね、損傷してしまいまして、笑う時にというか、もう表情とか喋る時の顔の動かし方が普通の人と違うんですよ。で、今普通に喋れてるかもしれないですけども、結構トレーニングして今普通に喋れてますが、そのヤバかった時期の動画ありますので、まずこちらをご覧ください。どうぞ。やばくない？これ私普通だと思ってたんですよ。自分がこういう動き方をして喋ってるとか全然わかんなかったの。わかるきっかけになったのが YouTube だったんですよ。 YouTube で自分の動画を編集してたら、なんだこの顔の動かし方はってなって、そっからいろいろ訓練してこうやって喋る癖が今普通に喋れるようになったんですけども、今度はですね、普通にこうやって喋れるようになったものの、私はとある代償を負ってたんですよね。普通に喋れるようになると引き換えにめちゃめちゃ疲れるんですよどういうことかっていうと、こうやって喋るのが私は普通なんですよ。皆さんはこうやってあいうえおって言うと、私はあいうえおって言うんですよ。こうなっちゃうのはおかしいから、無理やりこうやって普通に喋るように、この変な麻痺を私が無理やりこうやってやって喋ってるんです。常にここに力を入れながら喋んなきゃいけないんですよ。常にここに力を入れながら、ここが上がるのを阻止しながら喋ってるわけなんで、めちゃめちゃここが疲れるわけです。そっからですね、悲劇が起こるんですけども、さっきからね、私ね、何を話してんのかなって、ね、自分でも笑っちゃうんですよ。でも私は真面目なんですよ、至って。そういうことがありまして、ここ4、5年はですね、ここが上がらないように自分で顔の右側にめちゃくちゃ力入れながらもう日常生活を送ったんですよね。そしたら今度は右のこめかみ、ここがめちゃめちゃ痛くなっちゃったんですよ。何をしてなくても痛いの。寝てる時も痛いんですよ。常にここに力入れながら生活してるから、ここの関節と筋肉がアンバランスに発達しすぎちゃったせいか、アンバランスに発展しすぎちゃったせいかではないか、違うわ、そこまでで前回話を終えてるんですよ。その続きを今から話します。これが今回の動画の本題です。そうです、ボトックスに話がつながるんです。ずっとこの私は前回の動画で、普通に喋ることがしんどいんですよ、だから動画撮る時も笑顔になるのも身体的なその疲労で笑顔になるのが辛いんですよって話したんですね。そこで救いのコメントが来たわけですよ。ボトックス、そのボトックスを私はしました。そうなんです、私はですね、つい1週間前にボトックスの治療に行ってまいりました。とある美容外科に行ったんですけども、あれ高いんですね。44,000円、その消費税込みだから44,000円なんですけども、44,000円でこことここ両方に打つんですよ。何 cc か決められてるんですよね。私はこっちを多めに注入してもらったんですよ。こっちが辛いから。ボトックスを打つと筋肉が弱まるわけじゃないですか。私は常にここに力を入れないと普通の人と同じようにこうやって喋ることができないから、こっちが筋肉発達してるので、一応多めに打って、その発達した筋肉を弱体化させるっていうことで、今約1週間目になったんですけども、あのね、めちゃめちゃ良かった。びっくり。打ったばっかの 2,3 日目とかは全く効果なかったんですよ。くれじゃねーと私思ったの。貯められたと思って。その期間もうめちゃめちゃ不安だから、まあ4,000円も払って何も効果なかったって言ったらやばいじゃん。だからネットとかでエラボトックスって言うんですよ。そういうこと。エラボトックス効果の効き始めはいつみたいな感じで Google で検索したら、だいたい早い人で1週間みたいな感じで。だから1週間目で今出始めたんですよ。エラボトックス打つ人はどういう人なのかというと、エラが張っている人とか、夜寝てる時に歯ぎしりしちゃう人、あとは私みたいな顔面麻痺とかが起きちゃってる人、顎関節症の人。だから私は顔面麻痺顎関節症なんですよ。実際ですね、その病院に行って打ってもらうときに、ごめんなさい、私実はお昼ご飯食べようとしてたときに動画撮ってんで、ちょっとじゃあ食べながら進みますね。吉野家の豚皿とこれ半熟卵。この病院に行ったときに先生に言われたの、こうやって触診してもらってるときに、あーみたいな、左右全然違いますね。っていうか、むしろちょっとこっちが発達しすぎちゃって変形仕掛けですよって言われたの。怖くない？筋肉が発達しすぎちゃったら骨まで変形すんのみたいな、そういうことがありまして、じゃあこっちを多めに打ちましょうねって言われて、これあれです、黄金の味、中辛、これ焼肉のあれです。私この半熟の温泉卵にこれを入れるんですよ。
先生に言われたの、青木さん辛かったでしょみたいな、いやもう本当に辛かったですよ、打ってもらったんですけども、結構ね痛い、その注射が。普通のインフルエンザとかの注射の針とは違って少し太いんですよ。美味しそう、焼肉のタレと卵が混ざって、斜めにすぎたらパルちゃうから、こんぐらいで我慢します。いただきますね。豚皿です。豚皿のすき焼き風で食べるのが私好きなんですよ。最高。皆さんぜひ真似してみてくださいね。これ700円ぐらい食べれますから。うん、マジでうめえなこれ。ごめんなさいね、ちょっとお腹空いちゃったんで。ごめんなさい、もうちょっと食べたい。玉ねぎもうまいんですよね。飯テロしてんのに、飯テロしてる私自身が自分に飯テロを感じてしまって、それに驚いてる。話の続きなんですけども、先生に、よかった、ここがすごい肥大してるのがもう青木さんの場合は目でも見てわかるからやった方がいいって言われて、やって1週間経った今なんですけども、1日の疲労度合いが全然違います。ここの疲労度合い、 YouTube の動画撮るのももうほんとしんどかったんですよ、ここ最近。特にいろんな人に見てもらうとさ、なんかいろんなコメントいただくわけじゃないですか。中にはそのカノンちゃんってなんであんまり笑わないのとか、ちょっと無表情だからもっと楽しそうに動画撮ればいいのにっていうお声いただくんですけども、ほんとすごいその声に応えたかったの。でも笑おうとするとここが動かないから、常にここに力を入れないと喋れないの。1本動画撮るとするじゃないですか、冒頭の挨拶、皆さんこんにちは、元男の子の青木かのんですってやるときはここ力入るからいいんですけども、動画の後編になる、力入んなくもうバテちゃうわけですよ。動画の後半らへんはここが硬直してなんか痙攣してるから、笑顔すらできる余裕ない、目がこんな感じ。ありがとうございました、チャンネル登録はこちらです、さよならみたいな、もう最後らへんこんな感じなの、もうギブアップみたいな。動画撮るの好きなのに動画撮るのが辛いって、いろいろと身体的にもメンタル的にもきつかったんですけども、だいぶ変わりました。でちょっと写真も比較していきましょうか。顔のここのデカさが違うんですよ。ではこちらです、どうぞ。どうでしょうか、この画像に出てる写真見ていただけたらわかると思うんですけども、前の私の顔の右側肥大してるんですよね。顎の下から頬の上、こめかみの方まで肥大してるんですよ。これ相当ですよね。ここ 4,5 年右に力を入れ続けた結果がこうなってるんですよね。びっくりしたのが、私がボトックスしてもらったところが歯医者も一緒になんかやってるみたいな感じで、歯も見てもらったら右の歯が極端にすり減ってるらしいんですよね。寝てる間に右の歯でずっと歯ぎしりしてたらしくて、日常でこう動画撮る時とかに無理やり力を入れてるわけだから、右がもうストレスかかりすぎて、だからそうなってたらしいんですけども、すごくない？1週間ですよ、1週間でここまで顔の右側がシュッとなるみたいな。これはねちょっとね、私侮ってました。ボトックスって何みたいな感じでずっと思ってたんですよ。なんか周りのどっちかというとエラ張っている女の子の友達とかが結構ボトックスやってるって言ったから、へーみたいな感じでしか思ってなかったんですけども、すごいわ。効き目が長くて半年ぐらいらしいんですよね。半年間ここの打った場所の筋肉をずっと弱体化みたいな感じでずっと弱めてるらしいんですけども、半年経ったらまた効き目がなくなるらしいんですよ。徐々に戻っていくらしいんですよ。なので気になる場合は2、3回ボトックスを打てば、多分もうこれから先は別に打たなくてもいいぐらいに筋肉が弱体化するから、とりあえず今私は1本目のボトックス打って、夏ぐらいまではこの筋肉がずっと弱体化してる状態を維持できるってわけですね。ほら見て、私ってすごい自分でも顔が歪んでる人間だと思ってたんですよ。ほらカメラで見てもごまかし効かないですよ、これカメラ。これが私なんですよ。で、今まで私って耳かけしたりとか、でも右は出さなかったの。ここでこうやって隠したいから。あとよく私が触覚作ってたりとかすると思うんですけども、髪の毛こうやって触覚こうやってね、こうやってやることで小顔効果みたいな。ここは耳かけるみたいな。でも、もうここがぺったんこになったわけじゃないですか。別に触覚いらなくね、ファッション的に触覚あった方がいい場合もありますけども、これですよ。やばい！ちょっと。いろんな写真ちょっと出しましょう。はい、こちらドン。どうですか？やっぱね、ここがこうなったんですよ、前まで。今、ほら、ごまかしてないですよ。私、顔左右対称に近くない？みたいな。5日目ぐらいからだんだんびっくりした。このシュッとなった感じにびっくりしてしまった自分に驚いたんですよ。何なんですかねこれね、このノリね。私が最近ハマってるひろゆきさんの真似ですね。すいません、食べますよ、まだ残ったから。ネギと一緒に食べます。だから今こうやって喋ってるじゃないですか、笑ってみますよ。ほら、こうやってやっても、ここがあんまり力入れなくても、ここと同じぐらいに楽。今までは、こっちに7の力入れて、こっちに3の力入れて、笑うことができたんですよ。でも今、まあ言うてもまだ6、4ぐらいなんですよ。まだちょっとこっち力入れないとダメなんですけども、以前ほどの、ちょっと10分喋っただけで、わーもう無理みたいな感じにならない。ほんとありがとうございます。コメントしてくださった方、ほんとありがとうございます。恩人ですよ。YouTube やっててよかったなって思いましたもん。まさかこんなことで、私思ったの。たまにその YouTube で悩み動画を出したりとかしてたんですけども、公開し終わった
った後にふと考えるんですよ。 YouTube ってその楽しい動画を見たい場所だと思うのに、私がこうやってネガティブな動画発信していいのかなみたいな。あんまりネガティブな動画って罪悪感を出すとき、今回勇気振り絞って出してよかったなと思った。この動画出してなかったら私未だに右側に7割の力こうやって入れながら喋ってましたよ。あ、これが普通の人が喋る時の感覚なんだって、何言ってるか分かんなくなっちゃったんですけども、これが普通の人と同じ感覚なんだって思ったんですよ。さかこんなに喋るの楽なるとは思わないですからね。皆さん、青木お前何話してるんだって思うでしょ。この皆さんが分からない境地で私は戦ってきたの、一人で戦ってきたんですよ本当に。ほら、笑うのめちゃくちゃ楽なんですよ。まだ完全じゃないですけども、本当に楽。本当にありがとうございます。これで私は動画撮るモチベーションが上がりましたよ。で、今1週間目なんですけども、またどんどん効き目が強くなるらしいんですよね。なので、また1週間後が楽しみです。なんか変化がありました。また話します。ということで、今回の動画はですね、皆さんへあの動画の後のご報告をさせていただきました。本当ありがとうございます。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。牛丼の残ったつゆ、豚丼か。飲むのあんまり良くないかもしれないですけど、ちょっと飲みます。後で。さよなら。